ープニングじゃないですかね、トムさんと阿部さんの掛け合いとかはすごいなんか稽古してたような印象があります。うん、2人の掛け合い面白いなと思って見てたようになりますね。あとなんかやたら松尾さんからお前楽だなって言われてたのを覚えてます。セリフの量なのか何なのか、はい、楽じゃないですよっていうちゃんと、はい、全然今何も考え、でもなんかまだ何も考えてないですね。前回でもなんか前回一発ギャグみたいなのがあって、それはまんまなのかどうなのか、うん、稽古場ではずっとやってたんですけど、収録ではちょっとやっぱりあの下ネタがひどすぎるということで変えたんですけど、でもその人たちがネタになる人たちが死んでないようになりますね。死んだら言えないからなんか、はい、まあ何言ってるか分かんないですよね。そういうギャグがあったんですけど、はい、楽しみっていうかね、やってないからどういう反応なのか分かんないですけど、まあ楽しみっちゃ楽しみです、はい、でもなんかもう多分分かんないですけど、やってみて惹かれるかもっていう印象がありましたね。なんかまあネタバラじゃないけどすごい血だらけになったりするんで、はい、お客さんの前でやってないから何とも分かんないですけど、はい、とまあ映像とかでは大河君はなんかもうずいぶん前に舞台で一緒にやって、健人君は映像とか舞台では初めてなんでどうなるんでしょうね、うん、全く予想がつかないです。はい、荒川よしよしです。2023年、もう我慢できない、やります。よろしければ劇場へお越しください。